こんにちは、めいめいひまりです。これからボイボ寮の男の子メンバーたちに感想をして回ろうと思います。まずはイケメンの流星さんで、ズボッグオークソったれ、何をするんだ。うふふ、いつもすまし顔でカッコつけてるくせに、お尻は弱いのね、かわいいわ。ひまりか、クソ、ぶっ殺してやる。やれるものならやってみろよ、ザーコ。次はチビの小太郎よ。ズボッ。あ、ダメ。あう。あら、痛くないの？もしかして開発済みだったのかしら？ひまり、いきなりするなんて、反則だぜ。でも気持ちよさそうじゃん。いきなりされるのが好きなの？ああ、すげえ好きだよ。最高だよ。うふふふ、小太郎がこんな変態メス野郎だとは思わなかったわ。これはご褒美よ。ズボッ、ズボッ、ズボッ。ああ、行く。お尻の中ジボジボ、シキシキ。三人目は紅桜さんで、その分厚い鋼鉄の鎧を貫いてやるわ。さあ、行くわよ。